XL はホンダ技研工業がかつて製造販売したオートバイのシリーズ商標である。CLSL に続く4ストロークガソリンエンジンを搭載するデュアルパーパスモデルに使用された商標である。初出は1972年に発売されたドリーム SL250S の北米向け輸出使用者に XL250 として使用された。 海外向け輸出使用者は後に SL シリーズから社名変更を行ったモデルを追加したほか、日本国内使用者は1975年5月に発売された XL125XL250 から販売開始。さらにモデルチェンジや排気量別バリエーションのほか、搭載エンジンも当初の単気筒以外に V 型二気筒を搭載する派生モデルも追加された。 1980年代には、後継の XLX、XLRXR シリーズへ、モデルチェンジされ、日本国内での商標としての使用は終了したが、1990年代、2000年代には、他モデルをベースにして復刻されたほか、日本国外では2010年代前半まで、本商標を使用するモデルが、製造販売された。海外向け輸出使用専用モデルを除き、 発売日などは日本国内向け仕様に準拠して解説を行う。1972年から製造販売された第一世代並びに1990年代以降に復刻されたモデルで社名はディグリーを除き XL 排気量。また復刻モデルを除いた共通事項として 6V、電装並びに空冷差 HC エンジンを搭載する。また一部モデルは SL シリーズからの社名変更と紹介量を実施のみである。XL50、XL70、1977年から製造された海外向け輸出専用モデルで、日本国内向け仕様の G50 に相当するモデル。CB50 と共通設計の内径、X 工程イコール42.035.6、排気量 49cc の全径12度エンジンを搭載する。 1974年から北米向けに製造販売された SL70 から社名変更した輸出専用モデル。排気量 72cc のスーパー株系、全径80度エンジンを搭載する。1977年から製造された海外向け輸出専用モデルで、日本国内向け仕様の G75 に相当するモデル。 内径 X 工程イコール 48.0X41.4 排気量 74cc の前径12度エンジンを搭載する。1974年から北米向けに製造販売された CL100 をモデルチェンジした輸出専用モデル。内径 X 工程イコール53.045.0排気量 99cc の前径12度エンジンを搭載する。 1979年に構実する XL100S へモデルチェンジされ製造終了。1973年から製造販売された SL125S からのモデルチェンジ車である。ダイヤモンド型フレーム、前輪はホイールサイズ21インチで、サスペンションがテレスコピック、後輪は18インチ並びにスイングアームとしたほか、エンジン始動はプライマリーキック。 マニュアルトランスミッションは5速を搭載するが、エンジンはモデルイヤーにより以下の差異がある。122cc モデルは海外向け輸出使用者のみで、日本での販売は行われなかったほか、マフラーもダウンタイプを装着する。124cc モデルは1975年5月16日発表、同月17日発売で形式名。 L125 の日本国内向け仕様が販売された。本仕様ではマフラーをアップタイプに変更したほか、海外向け輸出仕様者では、シムケッチによってタコメーターの有無などの際がある。また前輪フェンダーは、本モデルと後述する XL250 が、日本国内向け仕様のみ可動式ダウンタイプを装着する。XL175、XL250、1973年。 海外向け輸出仕様 XL2501975 年日本国内向け仕様ホンダコレクションホール所蔵車1973年から製造販売された海外向け輸出専用モデル XL125 と同一の車体に排気量を 173cc まで拡大したエンジンを搭載する1979年に後日する XL185SA モデルチェンジされ製造終了。1972年初頭に北米地区で販売開始。日本国内では同年4月18表、同月11日からドリーム SL250S の社名で販売開始。またヨーロッパ向け仕様は社名を SL250S とした。本シリーズでは後継も含め 250cc クラス以上のモデルのみ4バルブエンジンを搭載する。 1973年には日本国内向け仕様が販売終了。ヨーロッパ向け仕様も社名を XL250 へ統一。1975年に車重が 136-148kg へ増加するとともに最高出力が 2220PS へダウンする大幅なマイナーチェンジを実施。同年5月16日発表。 同月17日発売で形式名 L250 の日本国内向け仕様が販売された。1978年に口実する XL250S へモデルチェンジされ製造終了。復刻モデルいずれのモデルもベースとなった他社種と基本設計、コンポーネンツを共有する姉妹車である。詳細は各リンク先を参照。1978年から 製造を販売された第二世代で、社名は、XL 排気量 S。合成樹脂の多様も含めて大幅な軽量化を実施したほか、125cc 以上のモデルでは、点火装置を CDEI へ変更するなど、メンテナンスフリー化を推進、250cc 以上のモデルでは、キックペダル連動でコンプによる、指導用以下並びに、トランスミッション用と兼用の二軸式、 バランスシャフトによる振動軽減など操作性向上を施したモデルである。また 250cc 並びに新たに開発された 500cc モデルでは前輪サイズを23インチまで体系化したほか、1979年以降の新型モデルではアルファベット2文字プラス2桁数字の形式名を付与することに変更されたため一部モデルでは マイナーチェンジで形式名変更も実施された。1980年から製造販売された G50-75 からのフルモデルチェンジ車。詳細はホンダ G を参照のこと。1979年から製造販売。XL100 からのフルモデルチェンジ車で海外向け輸出使用専用モデル。車体の大型化が行われ。 ホイールサイズが全1921インチ、5718インチへ拡大。1985年に製造終了。1978年10月12日発表、同月13日発売。形式名、L125S。搭載エンジンは XL125 からのキャリーオーバーで、最高出力も 12PS であるが、 マニュアルトランスミッションの6速化並びに 2kg の軽量化を実施した。1980年に形式名を JD0 に変更。1979年から1982年に製造販売された XL175 からのフルモデルチェンジ車で海外向け輸出使用専用。XL125S と同様の車体に 内径 X 工程イコール63.057.8、排気量 180cc、最高出力 16PS のエンジンを搭載するが、マニュアルトランスミッションは5速と差異がある。XL185SXL250、S 初期、モデルホンダコレクションホール所蔵車 XL250、S 後期モデル海外向け輸出使用車 XL500、S エンデューロレース用に、 北米で本モデルをベースに各パーツのアルミニウム合金化、前後サスペンションをロングストローク化、エンジンパワーアップマニュアルトランスミッション6速クロス化などを実施した XR185 が好評だったことから従来はミニモトクロスレース用としてリリースされていた XR の排気量別シリーズ化を決定させたモデルである。 1978年6月27日発表、同月28日発売。形式名、L250S。上述したメンテナンス性向上や操作性向上の、他、車重を、XL250 の 148kg から 119kg へ、大幅な軽量化を達成したモデルである。内径 X 工程イコール74.057.8。 排気量 248cc、最高出力 20ps。エンジンの機構では二軸式バランサーが特徴で、エキゾーストマニホールドも排気バルブ数に対応させた日本出しとした。また、シート後方には小型の収納バッグを標準装備しており、これは後継モデルの XR250 まで引き継がれた。マイナーチェンジでフロントフェンダー並びにサイドカバーの大型化。 サスペンションセッティング変更、軽機類変更を実施し、1980年には、形式名を MD01 へ変更。1981年に工事図する XL250R へ、モデルチェンジされ製造終了。1979年7月10日、発表、同月16日発売。形式名 PD01。250をベースに開発され、 XL250S と、ほぼ同程度の車体に、内径 X 工程イコール89.0、80.0、排気量 497cc、最高出力 31PS のエンジンを搭載する、大型自動二輪車である。免許制度の関係から、日本国内より海外での販売が主となったが、日本国内向け仕様もマイナーチェンジを経て、 海外向け輸出仕様とともに1981年まで製造された。1981年から製造を販売された第三世代で、社名は XL 排気量 R、XLS シリーズからは以下の大きな変更点を持つ。1982年2月25日発表、同年3月13日発売、形式名 JD04、搭載されるエンジンは、 XL125S からのキャリーオーバーで L125SE 型である。放置するパリダカルの追加並びに1985年6月26日発表同月27日発売のマイナーチェンジを経て1988年に NX125 へフルモデルチェンジされる形で製造終了。1982年10月19日発表。 同月20日発売、形式名 MD06。XL185S からのフルモデルチェンジ車で、本モデルでは先代までと異なり日本国内でも、正規販売が行われた。XL125R と同一の車体に、内径 X 工程イコール65.557.8、排気量 194cc、最高出力 18PS の MD06。 E 型エンジンを搭載する。またマニュアルトランスミッションは、仙台同様に125の6速に対し5速となる。1985年4月22日発表、同月30日発売で、カラーリング変更のマイナーチェンジを実施。1981年11月19日発表、同月20日発売。形式名 MD03。 エンジンの基本設計は XL250S から踏襲するものの以下の設計変更を実施した。1983年に XLX250R へモデルチェンジし製造終了。海外向け輸出専用モデル。形式名 ND03。1982年3月30日発表。同年4月1日発売。形式名 ND01。 制度の関係から中型限定自動二輪車免許で運転可能な日本国内専用モデルとして、後述する PD02 型 XL500R 用、PD02 型エンジンの内径は89.0のまま工程を61.0に短縮し、排気量を 397cc までダウンさせたモデルである。最高出力 27PS、6500rpm。 最大トルク 3.2kgm5000rpm のスペックを持つ。XL500RXL600R 形式名 PD02。XL500S からのフルモデルチェンジ車であるが、日本国内では未発売の北米、ヨーロッパオーストラリア南アフリカ向け輸出専用モデル。シムケチの放棄や保険事情によってスペックが異なるほか、 XL600R 開発後にオーストリア向けのみ排気量を 500cc へダウンした PD05 型が製造された。1983年から製造された PD02 型 XL500R からのフルモデルチェンジ車でエンジンの違いから以下の2形式が製造された。いずれのモデルもシリンダーヘッドをサブロッカーアーム、センタープラグ、半球型燃焼室を可能にし、 燃焼効率と急配儀効率を大幅に向上させるためバルブを放射状に配置する RFVC としたほか燃料供給は短期等ながら低速域から高速域までの吸入効率向上と俊敏なレスポンスの追求から中低速域では一機だけアクセル回路が一定以上になると二機が動作するデュアルインテークキャブレターを搭載しオイルの潤滑方式をウェット散布から ドライサンプに変更。エンジン始動方式を従来のキックスターターとセルモーター併用とした。また本シリーズでは初めて前輪に油圧式シングルディスクブレーキを採用した。当初は輸出専用モデルでシムケチによって 27PS と 44PS 仕様が設定されたが、1985年8月20日に、 PD-04 型を日本国内向けに 42PS とし、XL600R ファラオの社名で、同月31日から300台限定で発売されることが発表された。1988年に事実上の後継となる NX650 ドミネーターへ、モデルチェンジされ製造終了。パリダカール XL500R パリダカール1982年の第4回。 パリダカールラリー元部門でシリルヌブーがドライブする XR500 改めで同社が初優勝したことを記念してそのイメージを市販車に再現したレプリカモデルで通称パリダカ。標準モデルと異なる以下の装備に特徴がある。125.250-500.600モデルに設定されこのうち日本国内では XL125R パリダカルガ1983年3月に、XL250R パリダカルガ1982年7月に発売された。詳細は、ホンダ XLX250R を参照のこと。詳細は、ホンダ XLR を参照のこと。それぞれのリンク先項目を参照のこと。ありがとうございます。